ここのお宅さんの番組でも何度もお話したように、はっきりとチェルノブイリで停戦被爆で子どものがんが出たのは甲状腺がん、でそれは今のところまだまだ数が完全に確定してませんけども、検査中で 今のところ約50人の福島県内の子どもたちに小児甲状腺がんが発生していると。でこれは I131 っていう放射性ヨウ素が原因していることはおそらく関係してんだろうって僕たちは思ってるんですけども、福島のドクターたちは多くはあんまり関係ないんじゃないかと、調べれば偶然そのぐらいはいるんじゃないかっていう意見を言う人もいる。調べてなかったから、そう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 、大量に調べたから出てきた数だというふうに言ってますね。もうちょっと経たないと白黒がはっきりはするんです。3年週刊誌だけど、もうちょっとっていう意味は4、5年とか5、6年とかって言ってるんですか。そうです、チェルノブイリでは4年後にもっと発達的に増えてきて、その後の方が増えてきて、ですからそういう意味ではこれから要求で4年大丈夫だなっていうのがなくて、やっぱり50年の使われても50年じゃないかっていうふうに考えたくなって、それから要求ですよね。慣れたらあれだね、返事をかかってるかどうかみたいなことは大事なことに、これからもなっていくことがね、そうなんだ。だからやっぱり先導力、お医者さん言われるように使われることと、さっき体内被爆の話も特定の話になったけど、よく特定して多分大丈夫だろうけど、特定し続けることで国を取り続けることが大事で、それから万が一のことを考えて、まあ、全国学生とのお二人の利益で福島の子どもたちを夏休み1週間でも2週間でも県外に出してあげる雇用っていうのをみんなで子供を助けるということですから、